はい、こんにちは。私、船あやです。今日はですね、純喜くんお誕生日おめでとうみたいな動画です。よろしくお願いします。ということで、今日は河野純喜くんがね、JO1 のメインボーカルになるであろう河野純喜くんのお誕生日ということで、おめでとうございます。何歳になったのかちょっと分かんないんですけど、実は私の母と誕生日が一緒です。はい、ちょうどね、公式で写真が上がったのでちょっと見ていきたいと思うんですけど、このケーキの動画あるじゃない、あれ写真かあるじゃないですか。これ動画になってないのかなってめっちゃ気になりません？私めっちゃ見たいんですけど、これ用意してないのかな。じゃあこれはなんかどこで撮影されたのかすごい気になりますよね。日本なのかな、わかんないですよね。まあ、ちゃっかりあのエアマックスというかナイキをめっちゃみんな履いてますね。そして、なんかクリームだらけの純喜くんの写真と、みんなのこうポラロイドとこのメッセージが載ってたので、ちょっと一個一個読んでいきたいと思います。シオンくんはですね、シオンくんです。僕はなんか純喜くんサランヘヨセイルチュッカハミダって書いて、韓国語で書いてくれてますね。あとは、与那城くん、純喜ハッピーバースデー、22歳最高の年にしようなと。で、たくみくん、純喜くんお誕生日おめでとう、テンション係これからもお願いします、最高の1年にしようぜたくみ。純吉大好きやぞ、これから俺らでもっと楽しもうぜ敬語。純喜くん誕生日おめでとう、いつも優しくしてくれてありがとうございます、これからもお願いします、ダンス頑張ろうねかな。豆原一世より、やっと俺と同い年に追いついたな小僧、誕生日おめでとうルキ。純喜お誕生日おめでとう、これからたくさんよろしくね、幸せな一日をレン。純喜くんお誕生日おめでとう、カルボナーラ忘れてないんでよろしく、決まった、誕生日おめでとうございます、良い年になるように祈ってます、これからもよろしくねスカイより。純喜くんお誕生日おめでとうございます。純喜くんの何が大好きですって書いてあるんだろう。純喜くんのなんとかが大好きです、これからもお願いします、書生。これちょっと解読できた方よろしくお願いします。はい、ということで、すごい個性的なメッセージをね、みんなそれぞれ残してくれてますが、めちゃくちゃいい感じですね。かわいいメッセージカード。またね、ちょっと字、全然枠にはまりきれてない木又くんの付箋とか、ちょっと後半、感覚が足りなくなっている豆ちゃんのメッセージとか、すごいかわいいですね。うん。いつも思うんですけど、ルキくんやっぱなんか字がかっこいい、字もかっこいい、どういうことって感じですけど、はい。そんな感じでした。今日で多分おそらくですね、ナイキワンの動画も全部揃うので、明日か明後日あたりその件について動画にしていきたいなと思いますよという感じです。あとこれが動画になっていることをすごく祈ってるんですが、まあ果たしていかがなものかなという感じですね。持ってたらインスタに動画が上がってたので、iPad に転送し終わったので見ていきたいと思います。はい。よかったですね、動画上がってて。ちゃんと帽子をかぶっていただいていいんじゃないでしょうか。ケーキが美味しそう。木又くん一生懸命撮ってるから可愛いですね。結構派手な色好きなのかな。小生くん寒がりなんですかね。室内でめちゃくちゃあったかいやつ着てる。まめちゃんスマホの握り方が男前すぎませんこれ。よかったね、お祝いしてもらえて。
兄貴たちに完全にはめられる純喜くんもまた良いですね。よかったね。そして今日私は我が家は、無理やりカルボナーラにしました。じゃん。本当は旦那さんが作った方が上手なんですけど、いないのでさっさと作ってしまいました。これからこれを食べたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。純喜くんはですね、今年1年JO1 としてしっかり活動していただいて、素敵な1年にしていただきたいと思います。ジャムおばさんとして応援してますので、いい健康でいい1年を過ごしてください。はい、ということで今日の動画は以上になります。こんな感じの動画でよかったらぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。